クルーズフェリー飛流21石垣港石垣港ンペ壁飛流のファンネル有村産業を図って沖縄県那覇市港町に存在した海運会社沖縄本島と本土や先島諸島さらには台湾島を結ぶ航路を有していた通称は沖縄カーフェリー1950年11月世論町出身の有村隆氏により設立された 奄美航路を運航するマルエフェリーとは、創業者同士が、親戚関係である。空路の整備により、1980年代以降は、旅客が減少し、経営を圧迫していたが、1995年に、旅客重視のクルーズフェリー、クルーズフェリー飛流、クルーズフェリー飛流21を、船舶整備公団の資金で、相次いで就航させる。他社が、旅客扱いを、 簡素化もしくは廃止する流れに逆らった。この方針は失敗し、1999年に経営破綻した。オーナー一族の有村家は、経営から退き、沖縄電力を中心とした沖縄財界が支援して、再建を図った。2008年、原油価格の高騰から、再建計画を変更しようとしたが、最大の再建者である、 鉄道建設、運輸施設整備支援機構が反対、さらに燃油供給の現金決済を求められたことで、運転資金が枯渇し、破産に至り、2010年12月をもって、生産欠量を消滅した。2008年6月、航路維持のため休憩エージェンが中心となり、琉球フェリーを設立し、45億円の資金を調達して、 フェリー一隻を競売で買い取り就航させる計画が明らかになったが、資金調達ができず、宙に浮いた形となっている。このほか琉球海運による救済合併をはじめ、いくつかの航路再建案が示されたが、いずれも実現することはなく、所有していたすべての船舶が売却されて、再開の道は断たれた。 有村産業の破綻で沖縄本島と台湾との旅客航路が途絶えたがフェリー航路の開設は現在も実現していない2014年10月7日には台湾の花岡グループがカレンと石垣島を結ぶ火客船の運航を計画していることを発表している以下は破産前に運航していた航路である台湾方面へは 船内設備の出国準備を行うため、一旦の箱で、下船の必要があった。2008年の運航休止により、宮古列島、八重山列島、及びこれらに列島以外の地域の相互間を結ぶ、定期旅客航路はすべて消滅したため、原則航空路線での移動が必須となっている。有村産業が、構成方針制、負債額は300億円超、県内最大。 設備投資方で、経営圧迫琉球新報、有村産業構成計画の廃止が決定、琉球新報帝国データバンクリン区切れ。AB 内公海運新聞参考、内公海運新聞、ニューストピックスハット AB 内公海運新聞、参考、内公海運新聞、ニューストピックスハット AB 丸エフェリー東京、沖縄航路を3月再開へ南日本新聞一席。 運行プランを発表琉球フェリー設立準備、八重山毎日新聞。先島フェリー設立を提案大浜市長に、協力要請八重山毎日新聞 http コロンスラッシュスラッシュヘッドラインズ .yahoo.co.jp スラッシュ hl?a イコール2014万1 0 0から0000009、二重 CN 運行スケジュール、b s クルーズ公式 HP。 ありがとうございます。